ミッション・インポッシブル・ローグネーションは2015年7月31日公開のアメリカ合衆国のスパイ映画であるミッション・インポッシブルシリーズの5作目制作葬式はシリーズの制作権を持つ主演のトム・クルーズのほか、ミッション・インポッシブル3で脚本・監督を担当した JJ エブラムススカイダンスプロダクションズのデビッド・エリソン監督 脚本はトム・クルーズ主演のアウトローでも監督を務めたクリストファー・マッカリー。原案はマッカリーと共にドリュー・ピアースが務めた。IMF のベテランエージェントであるイーサン・ハントは謎の犯罪組織、チンジケートの正体を探るため調査を進めていた。そんなある日、イーサンは指令を受けるために IMF のロンドン支部を訪れるが、そこはすでに チンジケートの手に落ちており、イーサンは敵の罠にかかってしまう。拘束されたイーサンは拷問を受けるが、チンジケートの構成員である謎の美女、イルサによって命を救われ脱出する。一方その頃、違法行為すら辞さない IMF の捜査方針を問題視していた CIA 長官アラン・ハンディの提案により、IMF は解体され、CIA に吸収されてしまう。 CIA は、チンジケートを IMF が、自らの存在意義を作るために作った実態のない、組織だとみなしており、チンジケートの国費調査を名目に召喚に応じない、IMF の大物エージェントである E3 を、反逆者として、国際手配してしまう。それから6ヶ月後、IMF の元メンバーは、アランの監視を受けながら、それぞれ CIA 職員として、任務をこなしていた。 E さんは変わらず、CIA の捜索を交わしながら単独で、チンジケートの調査を続け、彼らが死亡や行方不明になっている各国のスパイたちが集まって、できたならずモノ国家であると突き止める。しかし、一人では彼らの陰謀を阻止することはできず、仲間のベンジーに協力を依頼する。E さんは、ベンジーと共に、チンジケートの作戦を食い止めようと奔走するが、そこで、 イルサとの再会を果たす。イルサの正体をチンジケートに潜入中のイギリスの諜報員だと見破った E さんだったが敵の作戦を阻止することはできずオーストリア首相の暗殺を許してしまうのだった。イルサからチンジケートのボスであるソロモンレーンの極秘情報が入力されたデータファイルがモロッコの発電所の地下にある 極秘施設に眠っていることを知らされた E さんは、それを敵よりも早く入手するために再び危険なミッションへと挑み、見事成功させる。だが、その直後にイルサが裏切り、データインの USB メモリを強奪されてしまう。ブラントとルーサーも合流した E さんらは、データのコピーからそれが、レッドボックスという、イギリス首相にしか暗号を解除できない極秘データで、あることをつかむが、 解読できないため、チンジケトの存在証明にはつながらない。一方、イルサは上司であるアトリーミ六局長にデータを渡し、潜入任務の完了と復職を願うも却下される。イルサはレーンの下に戻るが、アトリーはデータを密かに消去しており、レーンの怒りを買っているサは、窮地に立たされる。データを餌にレーンを捕まえるためイルサに接触する、イーいンらだったが、 逆にレーンによってベンジーが捕まってしまう。レーンはベンジーを人質に解読したデータをイ、e、ーさんに要求する。イ、e、ーさんらはベンジーの救出とレーンの逮捕のため無謀なイギリス首相の拉致計画を実行する。ブラントの密告でアランも参入する中、イ、e、ーさんは首相の身柄を拘束することに成功し、チンジケートの正体がミロクの極秘作戦に橋を発して実在することを アランに証明した上でデータの解読に成功する。データの正体は、ミロクが陳時計と計画用に用意した莫大な秘密資金の口座番号であった。ベンジーとデータの交換場所でレーンは、ベンジーに爆弾をつけた上に、イルサを使ってイーさんを牽制するようにし有利に交渉する。しかし、イーさんはデータの情報を記憶した上で発揮しており、 自分が死ねば情報が手に入らなくなると逆に脅す。レーンは爆弾を解除すると、イルサを殺害して、イーサンを確保する、用具形に命令するが、二人は、見事なコンビネーションで帰り討ちにし、逃走する。レーンは、自らの手で決着をつけるべく、単身でイーサンの前に現れ、イーサンを工事中の建物の中へと追い込む。だが、これはーサンの罠であり、レーンは、 防弾ガラスの檻によって捕まえられてしまい、イ、e、ーさんはロンドン支部での屈辱を晴らす。後日、イ、e、ーさんら IMF の働きを認めたアランは、IMF の解体提案は、実は、ジ事ーと捜査のためであったと政府に嘘をつき、政府に IMF の再建を願い出て認められ、ブラントから空いていた公認の IMF 長官として、迎え入れられる。2013年に、 パラマウント映画とスカイダンスプロダクションズは、クルーズとイーサン・ハント役及びプロデューサーの契約を結んだ。またジェレミー・レナーも、ウィリアム・ブラント役を再演すると報じられた。2013年11月13日、公開日が2015年12月になることが発表された。2013年11月、サイモン・ペックもまた、ベンジー役を再度務めることが報じられた。 11月22日、監督はロバート・エル・スウィットが撮影監督を務めるとツイートした。2014年5月、ウィルス・ステープルズが5作目の脚本に取り組んでいることが発表された。またクルーズはロンドンで撮影することを明かした。6月、デナーは5作目の出演を認めた。撮影はイギリスの前に8月にウィーンでも行われる。 2014年7月、レベッカ・ファーガソンが、キャストに加わり、またアレック・ボールドウィンへの出演交渉が行われた。2014年8月、ボールドウィンはキャストに加わり、またビング・レームスは、ルーサー・スティッケル役を再度務めることを明かした。9月5日、ショーン・ハリスがスタジオと枠役での出演交渉中で、あると発表された。10月2日、 サイモン・マクバーニーがキャストに加わった。10月6日、中国人女優のチャン・チン・チュが、クルーズの相手役として、キャストに加わったと報じられた。オープニングクレジットの主要キャストに、名前があるが、クルーズとの共演シーンはなく、ベンジーをポリグラフにかける、CIA 職員同連役の彼女が映っている。時間は30秒ほどである。主要撮影は2014年8月に始まり、 21日、オーストリアのウィーンの現場での最初の写真が公開された。8月22日、クルーズとペグは監督のクリストファー・マッカリーと共にウィーン地下鉄に現れた。その後日、クルーズとファーガソンはウィーン国立歌劇場の屋上でのスタントを撮影した。8月26日、俳優たちは再びウィーンでの場面を撮影した。 オーストリアでの1週間半に及ぶ撮影を終えた後、クルーズは残りの場面のためにモロッコのラバトに移った。現地のマラケシュハイウェイは14日間にわたって封鎖された。また、ラバトの他にアガディールでも撮影された。9月2日、カサブランカで2015年型 BMW M3 セダンを走らせるクルーズが目撃された。 10月8日と9日にはスタッドド・マラケシュで撮影され、両日ともそのために封鎖された。9月26日、M3 で自らスタントをするクルーズの撮影風景が報じられた。オーストリアとモロッコでの撮影の後、9月28日よりロンドンでの制作に移った。10月7日、モロッコでの撮影の後に損傷を受けた M3 がトレーラーで運ばれた。 10月10日、クルーズと彼のスタントマンのウェイド・イーストウッドが、モナコで撮影する姿が報じられ、またファーガソンも目撃された。イーサン・ハントがクライミングして飛行中のエアバス A-400M の外でアクションする場面は、ケンブリッジシャーの RAF ウィッタリングで撮影された。クルーズはスタントを使わずに、高度5000フィートでの演技に臨んだ。11月9日、 サウサンプトンウォーターでの撮影が始まった。2014年12月2日、クルーズはロンドンでの撮影中に2階建てバスに轢かれそうになるが、寸前のところでバスは彼を避け、無傷で済んだ。2015年2月20日、ハリウッドリポーターはマッカリー、クルーズ、未知の第三者が映画のエンディングに満足していなかったため、手直しのために撮影が一時中断していることを報じた。 翌日、マッカリーはオリジナルのエンディングが前進していることをツイッターで明かした。またロンドンでの撮影風景も公開された。2015年3月12日、撮影の完了が監督のツイッターで確認された。今作も、また、BMW がメインオートモーティブパートナーであり、2015年公開当時の BMW の新型車である F80 型 BMW。 M3 世代や F15 型 BMW X5X ドライブ 40E G11 型 BMW 7シリーズ F12 型 BMW 6シリーズ M スポーツカブリオレ BMW もトラットの S1000RR が登場している2014年9月19日ジョークレーマーが作曲家として雇われたパラマウント映画は当初は 公開日を2015年12月25日に予定していた。2015年1月26日、パラマウントは予定日を2015年7月31日に前、倒すことを発表した。ハリウッドリポーター氏は変更の理由を、スター・ウォーズ・フォースの覚醒と007スペクターとの競合を避けるためであると指摘した。2015年2月13日、 パラマウントとアイマックスコーポレーションは映画をアイマックス形式にリマスターし、全世界のアイマックス劇場で公開することを発表した。2015年3月22日、タイトルのミッション、インポッシブル、ローグネーションとポスター、ティーザー予告編が公開された。さらにその翌日、全長予告編が公開された。2015年7月30日木曜日のレートショーでは、 2764巻が本作を上映し400万ドルを稼ぎ出した。翌31日には2030万ドルを稼ぎ出した。最終的に本作は公開発週末において全米3956巻で公開され5600万ドルを稼ぎ出し週末興行収入ランキング初登場1位となった。なお、 この数字は、ミッション・インポッシブルシリーズのオープニング、工業収入記録としては2番目に高い記録である。2015年8月8日9日の工業成績は、公開スクリーン数600、動員数42.7万人、工業収入5.74億円を記録。初日を含めた3日間成績は、動員数57.9万人、7.57億円を記録。 同年8月30日までに、累積動員数309.4万人、累計工業収入40億円を突破。同年9月29日までに、累計観客動員が380万人、累計工業収入が50億円を突破。2015年5月22日には、パラマウント映画がシリーズ6作目の制作を計画していると報道された。 2016年8月には、主演のトム・クルーズのギャラ交渉が難航しているため、制作が一時的にストップしていると、米メディアが報じた。ありがとうございます。